これから会うのはかなり問題のある女神だ。しかし、できる限り多めに見てやってほしい。はい、月読み様がそうおっしゃるなら、破天荒な女神でも受け入れます。まぶしっ。あら、もう来たの？月読みじいさんの力も結構弱くなってんだね。女神？実はこっちの世界、魔族やら精霊が好き勝手始めちゃってさ、私のヒューマンたちが大ピンチなのよ。で、あんたを呼んで手伝わせようかと。あんた本当にあの二人の子供？ぶっさいくね。白鳥成分ゼロ、どこの醜いアヒルの子よ。ってわけでクーリングオフ決定。さっさと視界から消えてくれる？存在がキモい、うざい。そっちが呼んだくせに。あーやば、声すら醜いとか。私の世界にふさわしい勇者は別に手配したから、汚らわしいあんたは世界の果てでじっとしてなさい。あんたに力渡すなんてすんごく嫌だけど、妥協してヒューマン以外の言葉の理解、会話と読み書きはできるようにしといてあげるわ。あー面倒。天意のオークやゴブリンに混じって貧相に暮らしなさい。間違っても私のヒューマンに醜い種をばらまくんじゃないわよ。じゃあ行け。落としただけじゃ死なないかな。また別れたらたまんないわ。嘘だー！ゴキブリ扱いかよ！